ダン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 先生先生大変ですダン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 どうしたの外側にいたんですね。どうしようミルクサッカーアカデミーの上までございます。よろしくお願いします。ミルクです。はい、お願いしますね。はい、今日はですね、前回、はい、イーコラ選手のあのキーパーの話してたじゃないですか。パスホースを回すのがすごい。はいはい、要はセンターバックみたいにパスに回しに参加してた数が世界の歴史から見てもすごく多かったと。はい、ね。そこで僕ちょっとパッと気づいたんです。それによってサイドバックが上がれてて山中選手とかが代表選ばれるような活躍もできたってことですね。そうですね。そういうことですよね。そうなんですよ。もともとだったらこうディフェンスラインで回してこうサイドバックセンターバック3、4人で回すこと多かったんですけど、センターバックの選手とイクラ選手で回すことによって両サイドバックをまあウイングバックくらいの位置にまず持っていくこともできるようになった。そういう影響が出てくるんですね。まあ、当たり前だって言われたらあれですけど、私ちょっとぐんぐん授乳していただいてましたから、なかなか、ね、日本で見ない形なので、あ、そうですか。そうなんです。世界海外のサッカーだけを見てる方々にとっては逆に言うと、いや、よくあるじゃんって思うかもしれないけど、だからそれだけ日本サッカーもちょっと頑張って近づいてってるっていうところ、進化してってるんだよってことは、なるほど、皆さんにも知っていただきたい。ポステコグル監督ね、文房具みたいな名前ですよね。ポステコグルね。そうなんです、ね、国用のポステコグルありそうだな、またいやちょっと余計なんですね。そういう戦術だけじゃなくて、うん、確かに選手に関しても、うん、今ちょっとだん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 と世界レベルな感じになってきてるよ。本当ですよ、神戸がビジャを取るっつってね、すごい話ですよ。すごいことになってますけれども、まあ、ポドルスキー、ニエスタ、トーレス、本当ですね、すごい話なんですよ、ということでちょっと先生に伺いたいなというのは、はい、外国人枠が変わるんですよね。なんか変わるらしいですね、5人になる、はい、とどういうことが起こるのかとか、はい、そういうちょっと未来予想図先生なりのあのやつをしたいなと思いまして。あ、かしこまりました、お願いします。まずなところでいくと、5人5人っていろいろ報じられてはいるんですけど、ほうほうほう、もうちょいそこら辺を噛み砕かなきゃいけないなっていうところがあるので、そこからいきましょう。はいはいはい、まずですね、選手登録に関して、まずは試合に確かに出れる人数で言えば、J1 は確かに5人なんですよ。はい、5人も出れるんですね。5人出れます。すごい。で、J2、J3、神戸がどうなるから、J2、J3 に関しては4人出れるようになります。あ、なるほど。はい。はい、で、ただこの4人だとか5人だとかの話なんですけど、いわゆるJFA がその加入加盟しているその規則によってなんですが、タイ、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、シンガポール、インドネシア、マレーシア、カタール、はい、この、国、この国籍の方々に関してはアジア提携国枠みたいな、そうですね、J リーグ提携国だってこともあって、これは今までもあったルールですよね。そうですね、外国籍の選手の人数には含めないよってところがあるんですよ、はい、じゃあチャナティップ選手タイだったりとか、そうですね、あとは神戸のアーメデヤセル選手だったりだとかっていうところは関係ないよって話、日本人扱いということですね。そうですね、要はね、はになります。なるほどなるほど、はい、これからもそうだということですね。そうですね、その代わりアジア枠が撤廃される感じになるのかな。アジア枠が撤廃、はい、あ、提携国枠とアジア枠ってそっか違うのか。違うんです。なんで韓国の選手とか中国の選手に関してはいわゆる外国人枠って形になるのかな、はあ、これからは、はい、今まで言ってたアジア枠っていうのはどういうことなんですか。今まで言ってたアジア枠っていうのは、その、この提携国枠以外に、はあ、そのアジアの、はあ、選手に関しては、はあ、っていうところが一個枠としてあったんです、はいはいはい、でそれ以外でか外国籍枠っていうのがあったんで、はあ、完全にジャンルが変わってきたんです。タイ、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、シンガポール、インドネシア、マレーシア、カタールは帝国で、それも完全にまた別で、それ中国、韓国とかだとまた別枠で入れれてたんだ。そうなんです。なるほど、それは一人だったよね、確かね。確かね。ね、そう、あ、分かった分かった分かった。それが変わります。それはなくなるってことね。はい。おお。ってなってくると何が起こってくるんですかと。実はその前にもう一個考えなきゃいけないことがあって、今僕は言ったのは、選手の試合の出場に関して言ったんですよ。出場。はい。はいはい。出場するのは5人。5人、はい、試合にエントリーできるのはいわゆる5人なんですよ。はいはいはい。別に選手登録に関しては言ってないですよまだ。はあ、言ってない。はい、なんで、うん、選手の登録者数に関しては別に5人っていう規定はないんですよ。そうなの。おそらく、例えば7人とか8人いても別にそれは問題ないですよ。ただその代わり3人、いわゆる2人ないし3人の方々は試合には出れないよってことは起こるかもしれない。わわわわ、これだっていいですか、はい、何が起こってくるか僕なりの予想、はいはい、これだから
お金持ってるチームとお金持ってないチームにものすごい差が出てくるってことですね。まあ、選手の獲得に関してで言えばそうですね。ですよね、はい、言ったらこの枠を全部使わないチームも出てくるわけですよね。もちろんそれはそうです ね5人外国人を保有しないチームももちろん J1 にも出てくるわけでしょ。出てきますね。でもちろんそれをギリギリまで使ってまた登録で言ったらもっともっとみたいなのもひょっとしたら出てくるかもしれない。出てくるかもしれない。神戸がちょっとその匂いをもう今出してきてそうですね。ますもんね、はい、ってなると戦力格差ができてきてよりビッグクラブ化していくかどうかは僕の中では意外と実は違うんじゃないかなと思ったりします。でも J リーグ自体はそれを仕向けたいんだよね、ちょっと前からね。おそらくなんでまあそれこそいわゆるよりヨーロッパに近づけたいとかってことはあるかもしれないですけど、力関係をはっきりしたリーグにしていきたいっていうのはある、はい、うんうん、でも例えばで言ってしまったら、うん、まあ、ベガルタ仙台、はいはい、そこは別にそんなに海外の選手を多く用したりはしてないので、なんで5人なんてやっぱり呼べないとも思うんですよね。うん、そうですよね。確かそうですよね。はい。うん、だし、やっぱ鹿島アントラーズとかも、うん、まあ確かに今のところの上限数ぐらいでいますけど、うんうん、とはいえ、やはり日本人のとかってところとか、ジーコイズムとかも大事にしてるの で、ね、ただあれだもんね、J リーグのレギュラーシーズンがそうなるだけで、ACL でいうと、また現状3人とかになってくるわけでしょ、はい。そうですね。ちょっと変わりはありますね。そうですね。だからバカバカ取って、そこに頼り出すと、やっぱり、そっち勝てなくなったりとか、はい、ね、やっぱりその育成が滞ったりとかってなっちゃうっていうのもあるもんね。そうなんです。それこそまた別に説明する機会があると思うんですけど、ね、ホームグロン制度ってこともできたりするので、必ずしもそれこそじゃあ外国人いっぱいとかっていうことはダメなんですよ、はい、ちゃんと自前 そのユース出身の選手だとかってこともちゃんと在籍させなきゃいけない。すごいね、外国人枠増やすけどホームグロン、はい、ゲームソフトいっぱい買ってあげるけどちゃんと塾行きなさいみたいなみたいなもんですねそれは覚悟した上でこれもやっていいみたいな感じになるんで、はあ、はあ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 、いやホームグローンって僕全部は分かってないですけど、はい、あれですよね、育成の選手を多く保有しなきゃいけないし、責任持ってある程度育てる必要があるということですよね。ジュニアユースとかユースに所属してたりだとか、はいはい、もしくはいわゆる新卒、高校かな、高卒の新卒の選手に関してを、はいはい、まず複数年まずそれを保有してというか、その選手をまずは自分のところに在籍させてあげなきゃいけないよっていうルールがあるので、非常にいいルールですよ。それはね、そうですね、はい、そうなんです。でただそう、先ほど その外国籍選手枠の方にもちょっと話としては戻ってしまうんですけど、はい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 、仮にじゃあホームグローンは後ほどまたね、はい、別の回でお願いします。海外からたくさん選手がやってきます、はい、っていう風になったとして、それがだからやっぱり実力のある選手たちだ、っていう風になってしまって、もともとがじゃあ日本人しかいないチームだったのに、じゃあライバルが、しかもすごいライバルが5人増えちゃいました、はい、となってしまったら、少なくともスタメンにいたはずの5人の日本人選手が出れなくなってしまう。そうなんですよね。それはそうなんですよね、はい、ただその選手たちの中にはいろいろいて、やはりそのチームに愛着があるから俺は残りたいんだっていう人もいれば、はい、やっぱりサッカー選手なんだし、試合に出場してなんぼでしょっていう人もいる、ね、うんうんうん、ってなるとその選手に関してはどっかに移籍することになる、うん、はい、そうすると戦力が一つに集中するのではなく、はい、戦力が結局いろんなところにある意味分散するような形になってくるから、ただ、ね、他のところからよりすごい選手たちが集まってくるだけになるので、全体のボトムアップはできるんじゃないのかなと。だから現状 J2、J1 で出てるフォワードが J3 に行ったりとかってことも出てくるってことだよね。起こりますね。だから J1 はある種そのなんかこうアジアプレミアリーグみたいになっていく可能性もあるということですね。お金が集まり出すとね、はい、周りに。なんで本当にもう群雄割拠により近づいていくんじゃないのかなというのは、外国人選手の仕事場としても、要はヨーロッパ、ブラジル、その辺の人も J リーグって稼げるよっていう、そうです ね熱いよっていうなる、ホットスポットになる可能性があるということですよね、はい、で特に今回やっぱり皆さんこの話してる中でも、やっぱり神戸ってじゃああのやり方どうなのみたいなことを思われる方も出てくると思うんですよ、ただまず今のところテンション上がる感じしかないですけど我々は、まあ確かに、ねはい、ただ思い出してほしいのが、イニエスタ選手、はい、確かに元バレサだし、めっちゃすごい人来ましたよ、はい、でそんな選手がボン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 来たら、っていうレベルには確かになるんですけど、イニエスタ選手今回来た中にも、はい、自分がプレーするとか、
あとはね、それこそあのイニエスタワイン売りたいとか、そういうところだけじゃなくて、神戸のそのユース部門に関してのアドバイザーみたいなこともやっていくよってことがあるんですよね。そういう契約であるんですか。そうなんです。っていうところがあってくると、いわゆるもともと我々この日本の中でユースある程度じゃ頑張ってきましたよ。高校大学含めて、大学からそれこそプロに行くなんて全世界的に言うとなかなかない話なんで、ちょっと特殊なやり方ですよ。なるほど、日本っぽいんですね、それは。はい。でもその中でやっぱりユースでどうやってやっていけばいいのかっていう、もう本場の形、しかも自分がそのユースバルセロナユースから来た人間だから最高ですよね、はいはい、そうだね、のやり方を知ることができる。そうだね、ってことを考えれば、選手としてだけ見たら高いのかもしれないけど、全体で見たら実は神戸意外とそんなに高くないんじゃない。そうか、意外といいお買い物してる可能性があるんですよね。しかもだって今ね、もう今日聞いたニュースですけど、ビジャーが来るとか。そうですね、ね、なんだっけ、サイドバックアドリアーノ、アドリアーノが来ると。来る、あれだって要はあれでしょ、さっきも言ってたけど、イニエスタが日本いいよとかっていうのがあるからでしょ。まあね、要は電話したなんて話もしてましたからね。神戸いいとこよ、三木谷君もね、いい人だしね。なんかおばちゃんに話しかけられて泣いてたけど、小柳なんだ、あれはちょっとあれだけどな、ちょっと苦笑いしちゃったなみたいな言ってるわけですもんね。でもね、はい、ね、そうなんです。そういう意味でも言うと安い買い物なの。そうです ね、 ね、だから将来的ないわゆる1年2年で回収できる投資とかっていうことだけではなく、やっぱりジュニアユースだとかを見ることになったら、彼らが活躍するのはやっぱりもう数年後なわけです、うん、なるほど、むしろ10年後ぐらいかもしれない。なるほど、けどそこに対して見返りが結果的に返ってくるのであれば、はい、この投資はいい投資だったっていうことで、ね、なるほど、ビジネスのもう再確認もうたけまくって、それこそさすがです ね、 ね、ユニフォームがまた売れるんですってね。売れるでしょうね。で確かにイニエスタポドロスキー来てからあのエンジのユニフォームかっこよく見えるもんね。偉いもんで。いやそうなんですよ、ね、偉いもんで。ね。いやもともとかっこ悪くはないよ、うん、それはもちろん。はい、ええ、三木谷さん。はい。ってなってくるとそうですね。J2 は4人。はい。ということで、先ほどまあ J1 の話をお目にしていたんですが、はい、J2J3 に関してで言えば、はい、ちょっと数字はね出しましたけど、はい、試合出場だとか試合のそのエントリー数は、はい、J1 は5人ですが、はい、J2J3 は4人なんです。4人なんだね。で J2J3 に関しても制限は設けないと、うん、登録者数に関して言えば、うん、まあさすがにないとは思うんですけど、ね、ないですか。鳥取の前線4人ブラジル人にならないですか。ありえますねでもお金大変だもんね。大変ですね。そうね、だから逆に言って、まあ、本当にでもいろんなチャンスはあると思うし、うん、あとはだから本当自分の選手たちにとってもいろんなやりようというか、はい、いろんな本当多様性が広がりつつあるんじゃないのかなってことはやっぱり思う、はい、ところではありますね、はい、なるほど。そうですね、先生的にどうですか。バカバカ呼んで各チーム盛り上げてほしいか、それとも、はい、そういうチームがあったりそうじゃないチームがあったりしながらいい戦いをやってほしいか。まあ、結果的に言えばもうこういうふうに決めたのはまあ J リーグ側ですし、もうこのルールにのっとった上で、でまあ最高の形になっていけばいいのかなって形は思いますね。一番理想なのはいいですか、ヨーロッパの選手も来ながら、はい、ヨーロッパの注目も集めながら、はい、この提携タイ、ベトナム、ミャンマー、カンボジアのシンガポールのスターたちも J リーグで輝きを放ち、はい、J リーグの放映権もそこに売れ、はい、もうアジアといえば J リーグがアジアのプレミアリーグだとなればいいです ね、 ね。あとはちょっとちらっとプラスアルファする話で言えばなんですけど、サッカーでなんかちょっと野球の話を入れたんですが、今の、まあ、今年もね、まあ、無事、まあ、リーグ優勝したあの広島東洋カープさんは、うん、あれなんですよ、南米とか中南米のところに自分たちのアカデミーを抱えているんですよ。ほうほうほう。今日ね、マーさんも赤い服着てますけどね。確かに。いやいや、はい、でそこで、でいわゆる育てた選手たちを今実際に自分のところに今使ってたりだとかするんですよ、ね。そうなの。なんで代理人がサッカーに関して言えば代理人云々じゃなくて、海外のそういう提携国枠のところの地域で、でそういうスクール作って、それで自分のところにこう呼んでいくみたいなことができたらちょっと面白かったりもするし、アジア全体に対して影響力を与えることにもなるんじゃないのかな、なんてことも、まあもちろんお金もたくさん必要な話なので、はいはいはい、すぐとは言えないと思うんですけ ど、 そんなことができるようになってきたら、例えばじゃあ第二のチャナティプ選手じゃないですか、はいはい、それがまあ生まれてきてもおかしくないの。でもあれですもんね、ちょっと J リーグ来て
活躍したらだってタイのティーラトンがイニエスタにパス出したりできるんですよ。あれもタイの子供たちからしたらすごいことじゃないですか。驚きでしかないですね。岐阜の子供たちからしてもすごい。古橋選手イニエスタとポドルスキにパスもらえるんですよ。でシュート決めて、マジでってなってますか。夢ありますよね。すごいですね。僕だってウッチーがシャルケに行ってさ、はい、ラウルにさパス出して、ラウルがありがとうナイスクロスだよって指さしてるのは見て興奮したもん。やっぱりウッチ日本人がって、ね、今同じ気持ちだと思うよ。タイの子供たちは、うん、僕でもあの頃子供たちっていうか割とおっさんでしたけどいいおっさんでしたけど、でかいよね。でかいですね。それで次の世代が自信つけるわけだもんね、はい、あんなふってぶってしね、出てくるわけだもんね日本代表の選手が ね、はい、そうですね。それがあったからよ。そういういろんな環境の投資ってところがやっぱり巡り巡って、はい、日本の J リーグもそうですし、日本の代表の強化にもつながっていくことにはもうなることは間違いないと思うので。そうですよね、はい、我々はじゃあそのルールで頑張る各チームを応援しながら、はい、選手たちのそういうこと育成だとかを見守りつつ、はい、サッカー全体をこう楽しんでいければいいんじゃないのかなって思います。ありがとうございます。よくわかりました、はい、先生正直この5人外国人枠制度これ賛成ですか、はい、反対ですか。賛成になればいいんじゃないですか結果的に。あ、面白くなればってことですね。1年とか今の段階で何とも言えないと思うんですよ、うん、まだどのチームがどう動くかわからないんで。いい前向きなトライですよね。そうですね。それでかどう動くかをまあちょっと見たいですね。なるほど。何も変わらなければ結局じゃあこうしても意味なかったじゃん。まあそうか、そうだよね、うん、はい。まあ、各チームがどう動くのかってことはまあ来シーズンの開幕までちょっと楽しみにした上で結論というか、はい、まあ一回見ていきます。これあれです、神戸のためのルールではないですよね。もちろん違います。そうですよね。そんなん、そうだからあと 1,2 チームそういう補強のチーム見てみたい気がしますね。そうですね、まあ、いろんなパターン出てくると思うんですよ。はい、はい、まあ、それだから楽しみに見てみましょう。はい、だこれもあるんでワクワクしますよね。そうですね、はい、ますます楽しみになってまいりました、はい。シーズンは終わりますけども天皇杯とね、はい、まだありますから。そうですね、クラブワールドカップとありますし、はい、もうあと移籍市場ももう活発になってきますから、はい、もう目が離せません、はい、いろいろ喋ってきました。明日からも配信達をね聞いていただきたいと思います。はい、井上真央でございました。ノーミルク佐藤でした。ミルクサッカーアカデミーでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。